ずっと雨が続きますね。ヨッシーさん、おはよう。ヒョコの何だったっけ。あ、ごめんごめんごめん。ヒョコのさん、おはようございます。あ、おはよう。あ、もう一回寝るのね。おやすみ、おやすみなさい。まだ見てないよね。今年はじゃけスキーができんわ。人工雪で。高幸さん、ごめんなさい。横の高幸さん、ごめんなさい。漢字が苦手ですみません。獅子の助さん、はじめまして、おはようございます。おはー。でも僕の太陽、初日頃には太陽が出るみたい。やったー。来週の日曜日、やったー。一時的に強まる雨や風が注意でした。って防寒も忘れずにって書いてあった。雨降るけん寒くなるんかもしれんね。ゆうのちゃんとお天気アプリ入れとるんですよ。もう雨降っとるか。困った困った。雨の日はチャリが乗れないから困った困った。困った今日眠たいけん送ってもらおうかな。マジで5時半、いつもだったら5時15分5時半でアラームかけて起きるんですよ。で5時15分でちょっと起きて5時半で完全に起きよったんですよ。なのに今日アラーム忘れとって、5時半にママ、あ、5時35分にママが何、今日の予定なんなんって、あのレッスンの予定とかなんなんって言うけんね。やばいと思って、どうだったっけと思って、え、うな、最初今日土曜日かと思って、ママ起こしに来たの9時頃かと思ったんですよ。そしたらさ、お昼とかだったらやばいやん、ほんまに準備せんがいけんけんさ。まあそんな焦らんでもいいけど、事件いつだったっけと思って携帯開いたら35分で、あ、待って、やばい、今日ショールーム入れとったと思って起きた。焦りました。急に起きたけんね、すごい眠たい。ゆうな、スキーもスケートもやったことあります。ちっちゃい時はじいじが毎年連れてってくれました。最近はゆうながアクターズ入ってからはなんかイベント前とか怪我したらいけんのであんまり行かんかったんですけど、でもイベントがない週とかは行ってました、冬休みに。うわー、ほこりが出てきた。来たな、ピアノの隙間から。スケートもねやったことあります。広島はね、どこだあれは、白島下らへんにね、夏はプールの大会とかする大きいプールになって、冬は凍らせてスケート場になるんですよ。めっちゃ楽しいの、すごい広いし、2個リンクがあるんですよ。子供向けのちっちゃいやつと大きいやつで。本当だよ、風強くなったら愛子寺さんの台風中継を思い出さんとめっちゃ面白かった。え、なんか愛子寺さんさ、普段ああいうキャラじゃないけんさ、いつもなんかお姉さんっぽいというか落ち着いとるけん、びっくりしたこの前。炎上さん、おはよう。さえずりピヨピヨ
エンズリピッピ降臨おはようございます。ピヨピヨ、ユーナのお家にも鳥さんがいます。まだ寝てるかな。そう、チュリツーだからね、天気予報はすごい気になるの。今日はね、多分ね、最後にユニットをやるんですよ。じゃけん、それぞれって感じかな。ユニットごとで終わっていくんかな。ひろしさん、おはようございます。パラパラチャーハンを作れるようになったです。ステーキ肉を焼く意気込みと冷蔵したご飯があれば大丈夫でした。パラパラチャーハンいいな。いうのは普通のなんか何とも言えないチャーハンしか作れんしかもめちゃめちゃなんかね、大義い時はもう先にご飯と卵混ぜとくんですよ。でも同時に炒め始めるけん、なんかちょっと違う感じになるんですよね。ピアノはほぼ弾けないです。もうドレミファソラシドぐらいしか弾けない。あと猫踏んじゃったとか。でも一時期あれです、歌のなんか曲を1曲だけ絞って1番だけとかでなんか歌いながら音当てはめてったりとかやってました。最近はあんまりしてない。ともっちさん、おはようございます。スチュアートさん、おはよう。もう雨と風強い？そう、鳥さん飼っております。オカメインコのキキちゃん。そう、ドラえもんの歌を歌うんです。キキちゃん可愛いでしょ。でもちょっと音痴なんじゃ、ユナに似たかもしれん。そうだ、ビッグウェーブだ、それだそれだ。東区スポーツセンター、そう、ビッグウェーブ、あっこでスケートができます、広島は。あとね、どこだっけ、アウトレット、合ってる名前、あそこら辺のアウトレットだと思う。多分あっこでね、あれができる、スケートがちょっとできる。でもあっこは人が多いんですよ。ショッピングモールの中にあるけん、子供とかがめっちゃおる。今日はそう、レッスンユニット曲です。何の曲をするでしょう秘密じゃけど、言わんけど、言うなは。雨でも自転車で走るん？大変。秋佐藤さん、おはようございます。会食にいただきました。糸電話の糸ちゃんさん、おはよう。おはー、ジアウトレットか、ね、エリオンスタジアムの近くにあるやつ。何回かサンフレの前とか後とかで寄った。あそこは一年中なんかあれやね、カラオケとかさ、ボーリングもかな、なんかいっぱいあるんですよね、遊ぶとこが。マシュマロさん、おはようございます。気をつけます、今日は早めに出ます。電車遅れるほどの雨じゃないかな。バスも大丈夫か。そう考えるとなんか路面電車って一番安全な気がするんじゃけど。
雨でも雪でも走るくない？気のせい？ユニット気になるよね。言わないけど。よいしょ。ユニットは気になるよね。ニュース見てない。ドクターユニットも楽しみ。なんでしょう。エディオンスタジアムといえばクラウチングスタートの写真かっこいい。そう、ゆうなは小中とちょっとずつ陸上をやってたので、エディスタで大会はよくありました。ユニットはね、くどりことか一緒。ユニット言わない。ユニット言わないよ、秘密。ジェットコースターは好きだよ、好きじゃけど、あのスピード速いのはいいけど、あの高さがあるやつは嫌い。おえってなるやつは好きじゃない。事件ね、ディズニーランドのビッグサンダーマウンテン、あれめちゃめちゃいい感じなんですよ。あんまり何ふわっとならずにスピードシューンってなるけん好き。お化け屋敷は絶対けん、絶対けん。もうね、小3ぐらいの時になんかちっちゃいお化け屋敷があって行ったんですよ。行ったはいいけど、もう怖すぎて3秒で走って出てった。もうそれ以来ずっと入ってない。マジで怖い、無理。スペースマウンテン、そう、スペースマウンテンでもなんかね、降りたらすごいヨットみたいになる。ふわっとするけん、クラクラするけん、休憩せんといけん。 USJ は USJ はちっちゃい頃行っとるかな。でも撮るけど記憶にないです。大きくなってからは行ったことないです。修学旅行がユニバだったんですけど、なんか体調悪くて行けれんくて悲しかった。そう、お化け屋敷マジでほんまに絶対無理。路面電車って各県にあるんかな。今何分？10分ぐらいで終わろうと思う。あ、もう15分マジで。よし、終わろう、そろそろ。バンジーはね、わからんな。でもやってみたい。ねむねむさん、おはよう。ごめんよ、何投げほっぺって。ほっぺほっぺ。よし、それでは天候いきます。ギフトくださった方、お名前呼びます。ありがとうございます。いきますよ、お返事ください。いそぴょんさん、いそぴょんさん、プニプニ、はい、ありがとう。マスオさん、あ、兄ちゃん、イエイ。マスオさんいる？あ、いた。はい、ありがとう。よし、いつもの皆さんの前に朝は自己紹介をします。よいしょ。はい、STU48 2期研究生のゆなゆなこと川又ゆうなです。高校1年生、16歳です。モバメの
お名前はユナ・ユナ・メイルと言います。広島県出身です。ずっと広島に住んでおります。バトントワリングできます。あとロードバイクにも乗ります。ぜひルームフォローお願いします。上のハートポチお願いします。はい、そしていろいろ告知があるんですが、さらっといきましょう。はい、 STU48 フォースシングル無謀の夢は覚めないの握手会がこんな感じではあります。チケット握手券ある方は会いに来てね。はい、そして AKB48 57枚目シングルの発売記念大握手会もこんな感じであります。受付がもう始まっております。1時から8時まであります。こっちもね、大南部っていろいろ分かれてるので、ぜひ会いに来てください。はい、そしてこれですね、 ST48 2期研究生僕の太陽公演ということで、一番近いのが2月2日初日公演ですね、広島国際フェリーポートであります。その後が2月10、12がエディオン神谷町ホール9階で、17、18、28が広島国際フェリーポートであります。イエイ。はい、公園にもぜひ遊びに来てください。ランリーボーイさん、おはようございます。はい、それでは行きますよ皆さん。皆さん、はーい、はーい、イエイ、ありがとう、ありがとうございます。はーい、ありがとう。キミさん、おはよう。よし、それで終わろうと思います。学校行ってまいります。バイバイ。5、4、3、2、1、バイバイ。行ってきます。行ってらっしゃい。バイバイ。